ハインズ・エドワード・オード・ジュニアは、大韓民国ソウル特別市出身のアメリカンフットボール元選手、コーチ。現役時代は、ピッツバーグ・スティーラーズに所属していた。ポジションは、ワイドレシーバー。プロボール選出4回の実績を持ち、第40回スーパーボールでは MVP に輝いている。アフリカ系アメリカ人の父と韓国人の母との間に生まれたハーフである。 ソウル特別指名予市民。1976年3月8日、大韓民国のソウル特別市で、アフリカ系アメリカ人で軍人の父と韓国人の母との間に生まれる。人種差別を避けるため、生後5ヶ月で家族と共に、アメリカ合衆国ジョージア州、フォレストパークに移住。後に、ウォードは、当時の韓国は、 他の人種と一緒に住むことを容赦できない雰囲気だった。母は、私と父のために、韓国を出たと語っている。しかし、渡米ごまもなく両親は離婚。母親の手により育てられた。地元のフォレストパーク高校へ進学したオードは、クォーターバックとして、才能を発揮し、USA トゥデイが選ぶオールアメリカンにも選ばれた。 ジョージア大学にカレッジフットボールの小学生として進学したオードはワイドレシーバーとしてのキャリアを開始する。大学時代には通算で144のレシーブを決め、1965ヤードを獲得した。これはジョージア大学の WR としてはチーム史上2位の記録である。また、ランニングバックやクォーターバックとしても活躍し、 トータルで3870ヤードを獲得。これも、ハーシェル・ウォーカーに次いで、チーム史上2位の記録となっている。在学中に、経済学の学位を取得している。パスをキャッチする、ウォード1998年の NFL ドラフト3巡目で、ピッツバーグスティーラーズに指名され、入団。 幼少期の事故が原因の全十字人体の古傷が NFL のスカウト陣から嫌われ、指名順位はウォードの実力からすると低いものになった。しかし、すべて途中出場ではあったものの、ルーキーイヤーから全試合に出場する活躍を見せる。2年目からは先発 WR のポジションをつかみ取り、14試合に先発して61レシーブで638ヤードを稼いだ。 2001から2002シーズンには94回のレシーブで1003ヤードを稼ぎ、初の1000ヤードレシーブを達成。同年にプロボールに初選出される。以後、4年連続で1000ヤードレシーブを達成するとともに、プロボールにも4年連続で選出され、リーグを代表する WR としての地位を確立していく。 2005年には新たに5年総額2750万ドルで、スティーラーズと契約延長。2005から2006シーズンでは、新人からの連続試合出場が途切れ、セニアードレシーブにも、わずかに届かなかったものの11月27日の、クリーブランドブラウンズ戦で538回目の、キャッチを達成。これまで、ジョン・ストールワースが持っていたチーム記録を更新した。 チームは2年目のキュービーベン・ロスリスバーガーの大活躍もあり、スーパーボールに進出。相手ディフェンスからタックルを受けるウォード2006年2月5日に行われた第40回スーパーボールでは、出場選手中トップの5レシーブで123ヤードを獲得。 第2に球終盤には逆転 TD へとつながる37ヤードレシーブ、第4球には試合を決定づける貴重な追加点となる43ヤード TD パスレシーブを決めるなど、要所での活躍が光り、アジア系として初の MVP に選出された。ウォードの MVP 受賞は、生まれ故郷である韓国でも大きく報道され、英雄的扱いを受けた。 スーパーボール制覇後の2シーズンは、いずれも全試合出場はならなかったが、2008から2009シーズンは、4シーズンぶりに、全16試合出場を果たし、レシーブ81回、4シーズンぶりの1000ヤードレシーブとなる1043ヤード、7TD をマーク。サントニオ、ホームズ、ネートワーシントンと共に強力 WR 陣を形成し、 チームを3年ぶりのスーパーボールに導いた。ボルチモア・レイブンズとのカンファレンスチャンピオンシップで、右膝を痛め途中退場するアクシデントがあったものの、第43回スーパーボールには強行出場して、チームを、牽引、3年ぶりの王座奪還に貢献した。シーズン終了後、スティーラーズと4年総額2200万ドルで契約を延長。 2012から2013シーズンまでの在籍が決まり、スティーラーズ一筋のまま現役を終える可能性が高くなった。2009年9月28日のシンシナティベンガルズ戦で、スティーラーズの WR 史上初となる通算1万アードレシーブを達成。2010年11月14日のニューイングランドペトリオッツ戦の第1球に相手のヒットを受けた際、 脳震盪を起こし退場。再びその試合に戻ることなくレシーブの連続記録は NFL 歴代3位の186試合で止まった。2012年2月にチームより解雇を宣告され、3月20日に記者会見を開き、引退を発表。他チームへの移籍も考えたようだが、スティーラーズでキャリアを終えることを選択した。 2013年4月、NBA の現役選手であるジェイソン・コリンズが同性愛者であることを告白した際、多くの NBA 選手や NFL 選手が支持を表明した中、NFL では同性愛者が受け入れられる準備はできていないだろうとコメントした。2017年8月、フルス・スティーラーズのインターンを務め、ワイドレシーバーの選手をサポートした。 2019年シーズンより、ニューヨークジェッツのオフェンシブアシスタントコーチに就任した。スティーラーズ一筋の現役生活で、チーム歴代1位のレシーブ954回、11,702ヤード、83、TD レシーブを記録しているチームの顔とも言うべき、存在である。183センチメートルという WR としては、大柄とは言えない体格ながら、 タフで恐れ知らずのプレースタイルであり、一度ボールを補給すると RB のような走りを見せる。また、ゾーンディフェンスに対してノーマークになる術に長けている。卓越したレシーブ力に加え、ブロッカーとしてもリーグ屈指の WR と評価されている。リーグ有数のハードブロッカーとして知られ、たびたびリーグから罰金処分を受けている。口述の ハイムズ・ウォードルール制定のきっかけともなった。ウォードのハードヒットを嫌う対戦相手も多い。ウォード本人も自分が守備陣に対して特に当たりの強い攻撃プレイヤーであることは認めているが、今後もプレイスタイルを変えるつもりがないことを明言している。2006年のプレシーズンに ESPN が NFL 選手361人の投票により、 最も汚いプレーをする選手は誰かという調査をした、際4%の票を集めた。2011年に、米紙スポーティングニュースにおいて、NFL で最もダーティーだと思う選手は誰かという、アンケートの結果、第5位になった。幼少期に両親が離婚したため、韓国人の母親の手によって育てられたウォードは、自らを、ハーフコリアンと表現し、腕に、 ハングルで、ファインズ・ウォードという入れ墨を入れるなど、韓国系であることを誇りに思っている。しかし、もともと、韓国内で、根強い人種差別を避けるために、家族でアメリカに移住したという過去を持っており、アメリカ移住後も韓国系コミュニティからは、片親が、韓国人ではないという理由で差別を受けたという。ウォードは、少年時代に、 アジア系との根血であることで周囲からからかわれ、韓国系であることを恥じていたと回想しているが、母と一緒にいる姿を黒人の友達に見られるのを嫌がって顔を隠した。ウォードに対し、車で迎えに来た母が涙を流して、お前はもうお父さんと暮らしなさい。その方がお前にとって幸せなのよと語って以来、それまで口にしなかった韓国料理を積極的に食すようになり、 友達を家に招いて、カルビを振る舞うなど、韓国系であることを隠さず、むしろ誇りにするようになった。2006年4月には、母と一緒に生まれ故郷である韓国を訪問し、ロブゲン大統領とも対面。ソウル市からは名誉市民権を授与された。しかし、この韓国訪問で、韓国での根結時に対する深刻な人種差別を、目の当たりにしたオードは、 韓国は美しい国だが、根血時は入隊もできず、スポーツをしてもチームメイトのいじめに遭う国だという感想を地元ピッツバーグのメディアに述べている。生まれ故郷訪問をきっかけにより一層根血時支援事業に力を注ぐことを決意したというウォードは、韓国の根血児童を支援するヘルピングハンズ財団を設立するなどして、精力的に チャリティ活動を行っている。試合開始前のウォード NFL では、選手の安全性を確保するために、毎年のように細かなルール変更を行っているが、2009年3月に、ブロッカーが相手守備選手の資格から、ヘルメット、上腕部、肩を使って、頭部と首にタックルすることが禁止され、これを犯すと15ヤードの罰体となった。このルール改正のきっかけとなったのがオードであった。 2008から2009シーズンの対、シンシナティベンガルズ戦において、ベンガルズの新人ラインバッカーキスリバースに対し、ウォードが、四角から激しいブロックを行った結果、リバースは顎を複雑骨折、残りのシーズンを棒に振ってしまった。新ルールは制定のきっかけとなった、ウォードの名を冠して、ハインズ・ウォードルールと呼ばれるようになった。ウォードは、 自身の名前がついた新ルール制定に対しておかしな話だよと語り、不満をろにしている。ありがとうございます。